いつどこにいても隙を見つければ仕掛けてやる。さあお前の感情を見せてみろ。俺に教えてくれよ。お前はさっきから何を言ってるんだ。感情が覗くはずもない。ああそれだ龍炎。気よったか。ずいぶん辛い状況で待たせてしまったな。俺に幻滅したか。当たり前でしょ、最初から騙してたんだから。ならどうして龍炎に売らなかった。ただそれだけ。お前を傷つけたのは俺だ。許してくれとは言わない。今日のようにお前に何かあれば俺は必ずお前を助けに来る。気負ったか。あれ私昨日。おはようケルちゃん。